V601SH は、シャープが製造し、ソフトバンクモバイルが販売する PDC、通信方式の携帯電話端末である。V601SH は、j フォンからボーダフォンへとブランド変更が進む中で、発売されたシャープ製 V6XX シリーズの第1号機である。ボーダフォン初となる200万画素クラスの CCD カメラ機能を内蔵した機種であるとともに、 区分が液晶、SD メモリカード対応、SD オーディオ再生といった多くの機能を搭載したことから発売開始した2003年12月の時点のボーダフォン端末ラインナップ上ではハイエンド端末に位置付けられた。また、本端末で撮影した動画や写真をテレビに出力する機能も搭載している。JSH53 より使い勝手の面でソフトウェアに 大幅な改良が加えられ、他の操作中であっても受信したメールを表示し、返信するといった限定的なマルチタスク機能等を有した。また、JSH53 でも MPEG4 形式の動画は再生できたが、V601SH ではマルチメディアチップを別に備え、区ブが 15fps といった高画質での動画再生が可能になった。この一時期の間、 ボーダホン向けハイエンド端末のカメラは、ズーム機能の代わりに画質が劣化してしまったほか、背面大型カラー液晶の廃止などのことから、当機種は一部から根強い指示を得た。ありがとうございます。